はい、今回もですね、誰やねんと。誰かね、君は。キャスパー？キャスパーユンケルじゃなくて、キャスパー？ボーグラン、わかる、読まねえ。能力的には微妙だな。サイドバックか。あ、サイドバックですね。キャスパー、カスパー、ベルゲンド。え、じゃあ、ん？ベゲルンド。言いにくいな、ベゲルンド。これは言いにくいわ。ベゲルンドさんは、キャスパー、ベゲルンドさんは、現在は、デンマークの、オールボーっていうところのユースのコーチやってると。すごいじゃん。デンマーク代表17キャップ、これワールドカップ行ってんな。あんじゃね？ワールドカップあんじゃね？ワールドカップはいつぐらいですかね？ 2002 年は？あ、選ばれてるね、試合出てるね。レギュラーじゃないけど出てるね、試合。その後は、まあ、その後はさすがに厳しいか。あ、すごいじゃん。ワールドカップ出てんじゃん、やっぱ。もともとは、オーデンセっていうところのユース出身で、で、PSV2 期の、PSV が5年か。で、ボルシア、メンヘングラドバッハに行って3年。で、デンマークにオールボー、今のところでね、帰ってきて、3年、4年で引退と。まあ、かもなく不可もなくやな。チャンピオンズリーグ14試合、プロ通算256。微妙だな。まあ、多分デンマークリーグは加算されてないのかもしれないけど、微妙だな。で、現在はユースのコーチしてると。43歳。これこっから、ステップアップあるよね。トップコーチになって、デンマーク代表。あるかもね、ワンチャン。あるんじゃね？もしかしたら未来のデンマーク代表？てか、デンマーク代表も監督誰やねんって言われたら出てこないもんな。ああいうとこのチームっていうのが地元のな、自国の、なんかまあまあ、叩き上げみたいな人もなってるからさ、よくわからんけどね。もしかしたらワンチャンあるかもね。